眼科医の平松です。黄斑変性症、ね、加齢黄斑変性症で、まあ、なかなか悪くて効かない、どうすればいいのって患者さんがいます。そこで新しい研究があって、今までって加齢黄斑変性症に対する注射って4週に1回、つまり1ヶ月に1回っていうのが基本だったんです。それを2週間に1回に短くしたらどうかっていうのが、ですね、レチナっていう雑誌がありまして、まあ、それの2023年のメイ、739ページから746ページに載ってるものです。かなり悪い加齢黄斑変性症の人は4週間ごとじゃなく2週間ごとにするだけで結構効くよっていう研究結果です。ただ間開けちゃうとまた悪くなるっていうのもあって、まあ、2週間ごとに目に注射するのは結構辛いので、まあ、とはいえすっごく悪い人にとっては、まあ、一つの選択肢になりうるのかなと思って、まあ、ちょっとそれは検討に値するかなっていうのが今回の結果から言えることです。まあちょっと今日のデータを見ると、私も悪いタイプの人は、まあ、なるべくこまめに詰めてあげるのはいいかなと思うので、まあ、今後も患者さんと相談しながらどこまでしっかりやっていくのか、まあ、やっていこうかと思いますので、まあ、今後も皆さんも、いろんな情報をアップしていくんで見ていただければと思います。よろしくお願いします。